リーダー&イノベーション賢者の選択。リーダー&イノベーション賢者の選択、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。アシスタントの新井真紀です。まあ、新井さん、突然ですけどね、はい、新井さんって学生の頃多分随分勉強されたと思うんだけども、教科書、それからいろんなそういう辞書だとか、はい、いろんなのありますよね。ああいうの結構使った方、結構教科書には書き込む方だったんですけど、うん、あと私はあの中学生からアメリカに行ったので、和英と英和の辞典、うんうん、辞書はしょっちゅう使ってました。ガーッと線を引いてね、もうボロボロになるぐらい。だからそういう辞書だとか教科書だとか参考書っていうのは出版社がね、編集をして出版をしてるんですね。ですから教育って分野でこの出版っていうのはとても重要な一角を占めてるわけなんです。ほら、最近はほらインターネットが普及したでしょ、うん、それから電子図書なんていうのも登場してきました。この出版業界というのは、ね、今大転換の時期を迎えてるんですね。というわけで今回は出版業界で教育を中心に成長した企業の新たなイノベーションと成長戦略、こちらに注目してまいります。皆さんはこちらの教材を覚えていますか？長年にわたり多くの子どもたちを魅了した学習と科学の教材です。教科書とは一味違うワクワク感とドキドキ感がたくさん詰まったこの教材は、著名な科学者も子どもの頃に愛読していたという。そんな学習と科学を発行し、教育の一翼を担ってきた学研。出版不況といわれる現代においても大胆なイノベーションにより成長をし続けてきた。今回は老舗出版社を牽引するリーダー、株式会社学研ホールディングス代表取締役社長宮原博明の事業戦略に迫る。本日のゲスト、株式会社学研ホールディングス代表取締役社長宮原博明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は宮原さんに何か持ってきていただきましたね。はい、学研がずっと作ってきた科学のキットを持ってきました。懐かしいな。もう子供の頃からね、ずっとも学研といえば科学、科学といえば学研って感じですからね。私も大好きでした。これちょっと触ってみますか。はい、これは顕微鏡で、これがカメラ。カメラ、あ、軽い。78年79年の。お、指紋が見える。はい、これも取れるんですか？はい、取れます。あの印画紙を入れて、印画紙って知らないんじゃないですか？あ、そういうジェネレーションだ。そうですね。あの、私はですね、学研と言いますと、うん、はい、あの小さい頃テレビコマーシャルで、はい、まだかなまだかな学研のおばちゃんっていう、はい、それをずっと聞いていて、はい、楽しそうだなって言っても、はい、その届くのが楽しみっていう、そうです、そう、ね、いいなと思っていて、2009年にちょっと残念ながら休館したんですけれども、科学実験教室っていう形で、うん、まだその DNA はしっかり息づいてますから大丈夫です。はい、でもやっぱりそうやって小学生に対してもすごくいろいろな教材を提供されてるんですよね。はい、うん、はい、もう戦後67年間ずっと学校と家庭と教室塾に対して教材と教具を作り続けてきた会社です。はい、まず初めにお伺いしたいんですが、学研は一言で言うとどのような会社なんでしょうか？はい、国内のみならず世界中の皆さんにワクワクドキドキする教材コンテンツを提供する企業でございます。そうですね、まさに。では本日はじっくりとお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではここで宮原社長のプロフィールをご覧ください。株式会社学研ホールディングス代表取締役社長宮原博明は1959年広島県で生まれる。1982年防衛大学校卒業。その後西本貿易株式会社に入社。1986年株式会社学習研究社に入社。2007年執行役員、2009年取締役に就任、2010年学研ホールディングス社長に就任、現在に至る。宮原社長のプロフィールを拝見いたしますと、大学は防衛大学校に進学されていますが、そうです。これはなぜですか？生まれがですね、広島県の呉市で、でやっぱり
あの海軍兵学校っていう、うん、今も海上自衛隊の幹部生、学校があるんですけれども、そこで育ってましたので、やっぱり身近に、うん、あの命を懸けて職務を全うするという人たちが多かったですし、国家防衛の志を同じようにして頑張ろうということで防衛大を受験させてもらいました、うん、で入られたと、はい、いうことですよね、はい。だけどその志から今度貿易会社の方に移られてる。そうなんですね、これはやっぱりだいぶ気持ちが変わったわけですかね。そのいや気持ちが変わったというよりもやっぱり、まあ、能力がないというか、うん、体力がないというか第一規模のところに行けなかったもんですから、民間に出ようということで、あの民間の会社に行かせていただきました。その貿易会社から今度は学研へこう移られてるわけですよね、はい、この辺のきっかけっていうのは何かあったんですか。やっぱ貿易会社はやっぱり7つの海をまたがって、あの商品を自由に扱うっていうのは確かに面白くて、あの達成感もあったんですけれども、やっぱりこうやっぱり残していきたいなというか、ものを作っていきたいなっていうのがすごく感じ始めまして、教育の会社に就職しようっていうか転職しようっていうことで変わらせていただきました。まあ、教育関係の会社ってでもいくつもあったと思うんですけど、はい、やっぱり学研っていうのを選んだ理由っていうのはあるんですか。そう、やっぱり自分がちっちゃい頃から学習と科学親しんでましたし、あのやっぱりそういうこう教科学習だけじゃなくて、こう、うん、喜びとか楽しみとか、うん、発見とかこう教えている出版社としての風土に憧れて、はい、転職しました。やっぱこう魅力的な会社にその当時見えてたと。はい、今も見えます、まあ、そうおっしゃるだろうと思いましたけどもねだけどこう社長さんまでなられた、はい、これはご本人としては意外なんですか。ちょっと早すぎるかなってありますけれどもただなってみるとだいぶ遅すぎたなっていうのは実感としてありますね、はい。まあ、やりたいことはいっぱいあるということですよね。そうですね、はい。この番組では企業の成長戦略を象徴する3つの言葉で進行させていただきます。宮原社長の最初の成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。教育の ICT 化です、うん、ICT 要するに、まあ、情報通信技術ってんでしょうかね、はい、これはやっぱり教育では非常に重要なこれから役割を果たしていくってことですか。そうですね、あのやっぱり2015年にかけて電子黒板とかコンテンツが全部教科書を含めてデジタル化になってきますから、その中でやっぱり子どもたちが本当に学習効果よく伸びていくためには、やっぱりこの教材のデジタル化、そしてコミュニケーションを入れた ICT 化っていうのは必須なものになってくると思ってます。いわゆるインターネットを使ったようなそういう技術での教育の現場でね、そういう技術を使うっていうのは今おっしゃったように、はい、その相互のコミュニケーションとは取りやすくなるってことですか。そうですね、だから子どもたちが勉強していく、まあ、学習していくときにはこう、学校と家庭と、まあ、教室塾っていう、こう3つあるわけで、それがあのデジタル化した教材を使うことによって、こう隙間なくネットワークが組めるようになってきますから、素晴らしいことができると思います。やっぱりあの一流の学校がない地区も、私学のない地区もありますし、まあすごい受験実績のいい塾がない地域もありますから、都市部と地方で所得の問題とか地域の事情の問題っていうのがかなり問題になってきてますけれども、それがこの ICT 化で本当離島とかあのちょっと不便なところにお住まいになっている子どもたちでも同じ教育が受けることができるっていうのはすごくあの大きなメリットですし、それこそ障害者の方々とか入院中の方々もこういうメリットっていうのはすごく大きいことになると思います、うん、いろんな格差が縮められるってことですね。そうですね、ただあの学校と塾教室っていうのはあくまでも教育は人なりですから、ツールとしての ICT を使っていくような学校になるでしょうし、ただ家庭に関してはちょっと先生が いないですから、ここに関してはあの ICT も結構先生の役割をしながらコントロールできるようにしていくと、やっぱり世界に挑む子どもたちができていくと思います。それはもうどんどんそういう若者出てこなきゃいけないなと思いますけども、はい、でも考えるとこう出版業界にとっちゃね、随分逆風のこと多いと思うんですよね、はい。まあ、一つは少子化って子どもの数がどんどん減ってて、ね、はい、教育関係は特に苦しいところの方があると思いますし、はい、それから、まあ、よく言われる活字離れっていうんでしょうかね、はい、これはどのぐらい本当かっていうのはちょっと難しいところあるとは思うんですけれども、はい、そのあたりっていうのはどういうふうに今捉えてらっしゃるんですか。やっぱりこうセグメントをしっかり分けて、特に学生さんもなんかも、はい、あのできる子
とちょっともうちょっと頑張らないといけないっていうところを分けていくと結構売れていきますし、うん、もうちょっとお客様サイドに入っていって、うん、あの出版していくと面白いなっていうのもありますし、これからやっぱり電子書籍、コミックとか文系から次第に我々の得意な教育分野に入ってくると思いますから、そのためにこうしっかりデジタル化っていうのは急いでやっております。いわゆる出版という全体というよりはそこで占めるその教育の分野っていうのは、逆に言うと出版全体は非常に苦しいんだけど、教育の分野ってまだ広がる可能性があるってことですかね。そうですね、あの、まあ、出版だけっていうで教育っていうよりも、うん、やっぱり出版物っていうのはなかなか世代的にちょっと家で一人でできないっていう子どもたちが増えてきてますから、うん、その時にやっぱり先生をつけて教えるとか、はい、ICT を導入して教えるとかいう形で枠はどんどん広がっていく形にはなると思います、うんうん、まあ、プラットフォームに出版がなっていくのかなっていうのはあります。だからコストってやっぱり下がってくるでしょ、はい、そういうテクノロジーを入れると、はい、うん、でそれも相当なメリットにはなるわけですよね。そうですね、今まで学校向けの教材、家庭学習用の教材、塾用の教材っていうのは基本的にはもうバラバラで作ってきたものが一つで、あの、まあ、表面の触りは変えないといけないと思いますけれども、だいぶコンテンツは再利用できるっていうのは大きなメリットになると思います、うんうん、子どもたちの方がそういうところへのこうとっつきっていうのは絶対抵抗なく入ってきますよね。まあ子どもは好きですね、だから楽しく勉強できるような環境っていうのは提供できるなっていうのは実感としてあります、うん、学研はまあ当然教育っていうのは中心に添えられてるんでしょうけど、それ以外の分野っていうのはどうなんですか、はい、今、まあ、2つの成長、事業でやってるのは、まあ、教育はもちろんですけれども、はい、もう一つが高齢者福祉と子育て支援事業っていう形でやらせていただいてます。こちらは学研の本社ビルに併設されている学研こども園。品川区が認定した第1号の私立認定こども園として運営をしている。学研が子育て支援事業とともに力を入れているのが高齢者福祉事業。こちらは学研のグループ会社である学研ココファンが運営するサービス付き高齢者向け住宅。あのこちらの建物は60歳以上であればどなたでもご入居できるという建物になってございますので、条件はその一つだけでございます。またあの費用等についても非常にリーズナブルな価格になっておりますので、まあ、ご高齢の方々でありますと厚生年金等で生活ができる費用になっておりますので、非常に普通の賃貸住宅と同じ考え方でよろしいかと思います。こちらにお住まいの方にここでの生活について伺った。息子が日吉におりましてね、家族と近からず遠からずという距離でね、これは最適なんです。それが一つですね。それから生活そのものがやっぱり同世代といいますかね、高齢者が集まってますから話題がですね、いろいろ共通の話題が出るんですね。そういう意味でね、住みやすいって感じしますね。こちらは長年住み慣れた土地を離れて入居したご夫婦。大変良かったと思っております、はい、この居室がまあまあそこそこの広さで、二人で何とか住めないことはないと。何かあったら非常ベルを押せばすぐ来てくださいますし、朝、1週間に2回ゴミの収集にも来てくださいますし、歯医者さんも水曜日にはお願いしとけば来てくれますし、年寄りにとってやっぱり医療機関というのはもう大切なんですからね。そういった意味ではまあ安心ですね。まあ、これからですね、高齢者の方々がたくさん増えてくるということがもう分かっておりますので、その方々が安心してこれ今後の生活を謳歌していただくために、私たちがこれから建物を建てながらそこにお住まいいただいて、安心して生活を送っていただきたいと思います。この子育て支援事業、それから高齢者福祉事業です。これの将来のこれからの展望っていうのはどんな感じをこう頭の中で描いてらっしゃるんですか。今子ども園っていうのも、はい、まあ、認可してないのもこれから作っていきますけれども、まあ、首都圏中心なんですね、うん、それと高齢者福祉の方も、まあ、熊本で一箇所あるんですけど、ほとんどあと首都圏だけですから、はい、それをある程度こう全国展開
っていう形で広げていくことも可能ですし、特にあのアジアの韓国さんとか中国の方も日本からは遅れますけれども、高齢化っていうのは日本よりも加速度的に増えていきますから、これからどんどん拡大していくと思います。じゃあマーケットは日本だけじゃないと。そうですね。で今もまだ、はい、日本も首都圏だけですから、もっとスピードアップして伸ばしていけると思ってます。だけどなんかその学研って僕らの世代から見るとね、その保育だとか介護だとかってなんか遠いところにある感じのイメージなんですけど、もう今は全然違ってきてるってことですか。そうです。特にあの保育に関してはあの小学校で学習科学売ってたものがありますから、幼児にも同じような月刊誌養育の国とか養育の学習っていうのを出してまして、かなりノウハウとしては蓄積されてますので、教育分野と一見違って見えるけど実は結構リンクしてるってことですかね。はい、そうです、はい、高齢者福祉の方も、あの元々はそれ学習科学を売ってた部隊がいまして、それがあの在宅率がだんだん少なくなってきまして、家へ行くと家庭訪問ですから、あのおじいちゃんとかおばあちゃんしかいないようになって、その人たちのこう要望を聞いてからあの新規事業としてスタートしたんで、結構こう DNA 的にはあの流れている形になります。じゃあまずこうニーズっていうのはしっかりこう捕まえられてるって感じなんですかね。そうですね。現場のニーズをしっかりつかむのが学研を結構あの入り込んでますから的確にできていると思います。だから業態としてはやっぱり相当こう変化してってるっていうことでしょうね。まあ極端なこと言ったらお客様が成長していく段階で、まあ小学校は得意だったのか、幼児にも降りていくし、今度中学高校っていう形で来まして、まあ、今大学でもリメディアルとかいう形になりまして、でまあ社会人の資格の教育と、それと高齢者になられてもやっぱり施設に入ってるだけで遊んでるわけではないですから、水彩画とか書道とかいろんな勉強しながら学びながら生活される人にあの全部対応できるように会社としても変わってきてるという形になります。いや、おぎゃーと生まれてからお墓に入るまで、そうですね、全部世話になるような、はい、ビジネスとしてはそういう長いスパンでマーケットを捉えてらっしゃるということですか。そうですね、はい。さあでは続いての成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。教育の輸出入です。出版社からコンテンツ創造企業へのイノベーションを図る学研ホールディングスのリーダー宮原浩明。次なる成長戦略を象徴する言葉は教育の輸出入。その全貌に迫る。